when she sees this. どう？よかった。え、よかった。こんにちは、アリーです。バカ、アホの語源なんて考えたことありますか？漢字で見慣れた言葉ではありますが、実はバカはサンスクリット語、アホは中国語から由来しているんです。皆さんはバカとアホ、どう使い分けてますか？そしてどっちの言葉がどの地域で使われているのか、早速語源とともに見ていきましょう。まず、バカという言葉から。冒頭でも言った通り、ボン語、つまりサンスクリット語が由来とされていて、元となった言葉は愚かを意味するモハ、無知を意味するマハラカの2つの言葉から転じたのではないかと言われています。もう一つの説として、サンスクリット語のモハをそのまま漢字に移すとバクカ、ボカとなるため、そこから転じたのではないかという説もあります。どちらにせよ、サンスクリット語のモハから由来していることは間違いないそうです。では気になるのはバカというこの漢字。米津玄師さんの名曲馬と鹿でも、燃え尽きた心を再生する人間のバカさを描いた歌詞が話題になったことをきっかけに、漢字の由来を調べたって人も多いかもしれません。この漢字の由来もいくつか説があり、シンプルに当て字という説が最も濃厚とされていますが、他にも中国の上将が鹿を馬と言い張り、軍神の反応を見たという話が式に記載されています。詳しく知りたいっていう方は概要欄に参考リンクを入れておきますので見てみてくださいね。ではアホはどうでしょう。こちらの語源も複数説がありますが、中国の江南地域の方言が室町時代の日明貿易で京都に伝わったという説が最も有力とされています。中国語でも意味はおバカさんと日本語のアホとニュアンスが似ていますね。日本でアホが文献に現れたのは戦国時代に書かれた私学大成書。見てみるとカタカナでアハウと書かれており、もともと漢字だったことを意味する線が引かれているので、中国由来の言葉だったという説がさらに有力になりますよね。ちなみにバカとアホ、どう使い分けてますか？東京ではバカ、大阪ではアホが使われている感覚を持っている人も多いと思いますが、これを徹底的に調べたテレビ番組があったんです。調査の結果、かつて都が置かれていた京都を中心に円を描くようにアホが使われていて、さらに面白いのは言語学で学習されている方言集権論とぴったり当てはまったっていうことです。シンプルに言うと、バカという言葉はアホより古いので、昔は京都でもバカが使われていたのですが、アホは京都を中心に使われるようになり、その結果今も京都から遠い地域で古い言葉のバカが使われていて、新しい言葉のアホは当時の都に近いところに残っているということです。ちなみに調査を行った番組ではアホとバカの境界線を調べていて、岐阜県不破郡関ヶ原町大和座関ヶ原西今津だったそうです。バカ、アホの語源なんてあんまり考えたことないとは思いますが、こんなに歴史ある言葉だったんですね。今日からどやれる豆知識身につきましたでしょうか？語源を調べると会話がもっと楽しくなる、そう思ってもらえたら嬉しいです。それではこれからも好奇心を忘れずに、 Stay curious。 よっしゃー、終わりました。今日はね、バカとアホですよ。バカとアホ、そう、今日の T シャツね、バカのもう代表と言ったらこれじゃないですか。私前もね、昔質問コーナーやった時に、好きなアメリカのテレビ番組教えてくださいって言われて、断然サウスパークって、もう私が中学校高校の時とずーっと見てて、で大人になってもやっぱり好きですね。
今ネットフリとかでも見られますけれども、大好きなんですよ。おかえり。あ、そうそうそう、これ前買ったやつ、可愛いでしょ。可愛いよね、子供バージョン。なんかサウスパークって、うん、なんかキャラクターどれが好きかって。どれが好き。へー、バターズかな。いないけど、いないけど、いないけど。え、バターズってなんかこう心配になるぐらいポジティブじゃん、彼。もうそういう人間に囲まれて生きていきたいじゃないですか。とにかく前向きな人。ね。確かに確かに。うんうん。そういう。そう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 。なんかバターズのモノマネ。バターズのモノマネ？バターズのモノマネ？え、ちょっと待って、できる気しないんだけど。え？オッケー、じゃあ、はい。バターズね、バターズね。3、2、1ください。オッケー。はい。3、2、1。Oh, hey guys! My mom's gonna be real mad when she sees this. どう？よかったよかった。ちょっと引いてんじゃん、やめてよ。あ、恥かいたわ。熱い。もうこれでいいですか。いや、これでいい。じゃあ最後は、あの、最後 T シャツに入ってるカートマンのモノマネはどう。カートマン。はい、 OK です。はい、じゃあカウントダウンください。はい、カウントダウンください。はい、3、2、1。 Screw you guys, I'm going home。ありがとうございました。馬と鹿でも燃えつく、もう、うまくいってたのに。話題となったことにきっかけに話題になら、もっともの、ああ、進学体制賞。違う、私学体制賞だ。さらに面白いのは、語源学。語源学じゃない。違う、言語学。アホは京都を中心に使われるようになった。うん。ちなみに、調査。